さあ買ってきましたよ。上がトイザス、2階がトイザラスで1階がダイキンになってるんですね。まあこっちでいうターマみたいなところですよね。同じグループのはずです。でちょっと駐車場のショートカットみたいな形になっちゃいますけど、まあまあでも別に買い物してるからいいでしょう、ね。そっちの席から見させてもらって、よし、出る出る出る、あ、吉野家もあるし、いいですね。そう、あの話に出てましたね、衣類と引き用具を買うといいよ、プレゼン、買うといいよってなってましたから、あの替えのシャツね、多分この雨に濡られたんで、私多分どっかでまた温泉入って多分なると思うんで、あ、ちょうどいいやね、お告げにもありましたし、ええー、や、ちょうどじゃあ替えのシャツ、ね、アディダスのね黒いのがあったんだよね、ちょうどオールブラックスみたいな感じになりますからね、いいやないのということで買ってきました。で、であとはペンはね、なんかねペンセルの見たことのない油性ペン売っとったんで、それを買ってみましたよ。あと帽子ね、ね写真がアップしてあるかな、サイズかしらあんなマークないな、貝と言いつつ人手のマークなんですね、貝塚って、あんなマークなんですね、貝塚、野球ボールみたいですね、で、あ、これさっき走ってきてた貝塚駅のあたりなんだ、これはお菓子屋さんがあるんだ、名菓子屋さん、ちょっと焦がしバターケーキ気になるな、はい、ちょっと買っててみようかな、焦がしバターケーキ、さあ買ってきましたよ。ということでね、焦がしバターケーキちょっと気になるので買ってきました。ちょっと後でね、あ、まあ4日で帰ってからでいいと思いますけどね、まあお土産代わりにしときましょう。で歩行者はこっちから行ったらいい感じかな、うん、すごいですよね、5個で606円で、1個あたり120円税抜きですけど、あれですよ、あのね、600円のしか買ってないのに、わざわざあの店の前まであのお出迎えを、していただきまして、すごく、あのメインは和菓子屋さんらしいです。いろんな創作和菓子も売っとったんでね、それもねちょっと気になったところですけどね、ちょっとまだ歩かないといけませんからね、とりあえず今回はこれ買って、またね和菓子の方もまた泉、これはちょっとまたちょいちょい来たいですからね、貝塚の方もちょっとまたその時にでも寄りましょう。いやもう多分あのお菓子の感想も先にここに出てるかもしれませんけどね。あ、でここかな、これが小木の里の駅かな、近いですね、いいですね、はあ、あ、本当だ、小木の里ってなってる、だいぶ大回りな
駅間の回り方になりましたけど、でもあっちの方はいろいろ店があっていいですね。素敵な和菓子屋さんもありましたし、あ、これね、まだ珍しいポスト置いてあるな。ここにこのサイズがこの何でしたっけ、13号でしたっけ、置いてあるんですね。へえ、へえ、そこ好きなんです。サイズが良くなんですね。へえ、まあそうだ、ヘアサロンアイドル、これちょっとアイドルみたいにしてくれそうですね。で、ありますね、サイズ感が引きました。言うて、やっぱしこかりが必要です。あ、ここは、あ、あと音が鳴るまでカードを出す。いや、言うてまた汗かきましたからね、ポカリス。キャリーポスターなんかもですね、月7000円なんよ。1駅1枚いいな。1ヶ月7000円だったらうちのチャンネルもあれですよね。これのシリーズの公開中は売っても良さそうな気がしますね。歴史展示館とかがあるんだ。薬師堂とかね。位置的にはさっき来たのと逆か。ずっと北の方にかな。行った方にあるんですね。ちょっと雨も雨なんで。車でちょっとやりたいあれですけど、歴史展示館ちょっと気になりますけどね。ちょっと車で戻って見に来てもいいかもしれんな。